こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。やってました、おめでとうございます。2023年もよろしくお願いいたします。カルチョビットは始めていきましょう。瞑想ね、ナートですね。これが公式戦最終戦、まとめてみると今3位です。2位のリマス大阪とは1点差。リマス大阪の相手はなんと筑波田川、首位ですね。とにかくリマス大阪が勝ったら終わり、2位はなくなりますが、とにかくにも自力優勝、自力2位はないとしても瞑想で那覇には勝たねばならないってことですね。行ってみましょう。メンバーこのままで、はい、一応勝率は高いですが何とも言えない敵地那覇トロピカルアリーナなのでですね、本拠地で行われた時は5対0で圧勝しております。良かっただけか、それとも助かった。ホイッスルの危険性もありましたからね。ミオン、なんとかキープ。ピチャーボールをスローインです。おっと、危ない。危ないっていうか、惜しかった。引き分けだと、同点だけど、引き分けはないな。なともうほぼ絶望。これはファールです。さあ7個、おコーナーキックのチャンスを得ました。コーナーキックの点数が入りやすいんですよね。決まった、先取点、ラボの先取点が決まりました。クラーカリバーズ先制。7個から幸子でした。夏希がキャッチ。あっと、これはちょっと危険信号。おもうホイッスル、助かった。出してしまった。相手タッチしましたね。選手を言い換えた。ちょっとここピンチが続いております。幸子が逃れる。これは相手に渡してしまう。そして相手にボールを渡されている時間帯が長いですね。前半終わりそうです。ピチャーボールをスローイン。さあアディショナルタイム1分ですが、前半終了です。さあとミオが疲れている。早速変えましょう。クラリスの、クラリスですかね。
相手ツートップですね。なんとかこうリードを追ってさらに広げたい。危ない、あっとコーナーキックのピンチです。あっといいボールがダックル、そこに選手はいなかった。まだピンチが続きますが、これはこれで交代枠使い切り。まだ交代許してくれません。七子が取っておりますが、なんか結構上がってるぞ。もう彩香自分で持っていってますね。決まった、大きな2点目。彩香がこれセンターラインを打って、自分でもう上がっていって一瞬の隙をついた感じですかね。さあその彩香が下がって萌に交代いたしました。この2点差大きいか。こちらは交代枠使い切ってます。いい流れですね、これ。あっとバーに嫌われた。あっとコーナーキックのピンチを得ます。ピンチです。ラスコ、お、抜けた、そのまま出ていきます。こちらボールのスローインです。返す渡る逆サイド、七子だが、これはさあ相手を攻撃的に陣に変えていきます。ゆくさんが、おお危ない危ない、目の前に選手いましたからね。ある意味運が良かっただけかもしれない。さあ窓か、決定的な3点目決まりました。やりましたね。萌えから窓か、相手は超攻撃的布陣になってますが、お、ヒーロー、さあこれも試合終了、勝利、クラーカリバーズ3対0で大勝です。まあでも危ないシーンもありましたね。結構こちらは最初はこちらが押しました。これは惜しかった、残念だった。なんかだがこれがコーナーキックになります。して七子から幸子決めました。先取点です。ここから押されまくってるんですよね、後半も含めて。これも危ない。だが後半12分、彩香がもう自分で持っていきます。そしてゴールに隅に叩き込みます。ミドルシュート、これくるみがこうボールがうまい具合に流れてくるんですが、蹴ったためにバーに嫌われました。頑固ですが危なかったが、そして萌えから窓かのボレー、
とセンタリング窓川越え、これは見事でした。試合終了となりました。シュート本数、ボール支配率ともやや上回ってますね。さあ、2位に上がりました。リバス大阪引き分けだったみたいですね。なんとか2位を確保。ただママが破ったみたいです。なんとかアジアチャレンジトーフィーの出場権は獲得しました。10勝83敗、2位。次がもうジャパンカップ準決勝ですね。キャピタル東京戦となりますが、まあここはもう次回に回しましょう。くるみが17本でトップですね。ミドルが13本、シュートは決めていきます。アシストは7個が10か。内山がトップですね。はい、ということで2位、なんとか2位に滑り込んで来年のアジアチャレンジトーフィーの出場を決めました。そしてキャピタル東京と、あ、次はジャパンカップ準決勝戦です。ここを勝って決勝に行きましょう。次回はこのジャパンカップ準決勝戦、キャピタル東京戦をお届けいたします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いいたします。カルチャービットアーお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。